3名の方が入職され、今現段階で1名の方が申請中となっております。まず応募いただいて段階で面接をさせていただいております。で、面接は複数の職員で対応させていただきまして、応募された方が今までどういった仕事をされていたのか、あとは就職されて、どういったところを目指していくのか、スキルアップをどう図っていくのか、何をやりたいのか、細かく確認をさせていただいて入職していただいております。で、採用していく中で日々月に1回職員面談の方を行いまして、不安だとか疑問だとか消化するように努めております。北英会の中でもやはり無資格者、未経験者でも働ける事業所がありますので、そちらの方では積極的に未経験、無資格者の方募集を行って、求人調整を行いながら採用につなげていければと考えています。介護の仕事全体のアピールってなると、誰にでも本当チャンスはあるのかなっていつも思ってまして、そのチャンスをどのタイミングで掴み取るかってとこだと思うんですよね。なので、そういう道の支援事業だとか、そういうものを活用していただいて、積極的に介護にとらわれず、いろんなところにチャレンジするのはすごいいいことなんだろうなと思ってますので、ぜひ介護業界も含めていろいろチャレンジしていただければと思ってはいます。